Q 悪金建設 I still love you。 どうやらうちの悪金建設3番目くらいのくらいの社員、ホロライブ ED in ID ID、インドネシアルーナが引き抜けされてしまったらしい。これは私への発言が求められているのではないか、そう思い、そしてルーナから DM が来ていました。ちょっと DM のちょっとだけ読もう。 DM をちょっとだけ簡単に説明すると、お疲れ様です。ホロライブインドネシアのルーナです。マイクラ配信からアクア先輩と話せて嬉しかったです。あ、私は悪金建設と宇佐田建設はどっちも大好きです。アクア先輩も大好きです。これからも先輩のともっと話したいのでよろしくお願いします。まあなんていい子なんだろうと私は思ったわけだ。こんな子を悪金建設で引き止められなかったこと、私は本当に惜しいと思っている。そして冗談なんですと、ちょっと言い方がきつかったらすいませんと一言謝罪も入れた。なんていい子なんだ。私にはどうやら自覚が足りなかったみたい。悪金建設の発端はすごく軽いノリ、こんなアクアマリン号を作るための悪金建設で作ろうぜとか、アクアマリン号ボロ両者とわざわざ名付けてみたりとか、かっこいいかなと思ってやったこと。しかし例えるなら、まあ田舎の高校のまあ同好会みたいな感じだったわけだ。なのに気づけば話は大きく、ムーナは引き抜かれてしまった。でも確かに言われてみれば、私は社員に何も還元していなかった。そう、私には CEO 悪金社長の自覚が足りなかった。つまりこれは私の不徳がなすこと。去っていた彼女は正しい。悪金建設本社設立記念に社章を作らせていただきたいと思います。社章はこちら TNT。 これが悪金建設社章になります。ちょっと防具邪魔だな。そして社訓を発表します。社訓は、社訓その1、その1、自由と笑顔。その2、来る者拒まず、去る者追わず。そして悪金建設最大の目玉となる目標でございますが、1つ目、最終目標、ホロサラ全土をトロッコで快適にします。悪金鉄道を建設します。そして建築物をもっといっぱい作ります。冒険もしたいです。慰安旅行的な隠れ目標としまして、他建設会社とも仲良くすることを掲げます。直近の予定では、有望な新人を発掘する悪金建設新人オーディションを開催します。たとえ立場が変わってしまっても、ヌーナは、いや
このサバにいる全員、みんな同じホロライブの仲間。それでは、これにて第1回株主総会を終了といたします。悪金建設は自由そして平和の象徴としてこれから頑張ってまいりますので、